どうもこんばんは、におです。さあ、今日は予定を変更せざるを得ない、変更して、えー、アンジュルム・太田遥ちゃんについて、えー、お届けしたいと思います。えーっとね、もうご存知の方も、これ見られてる方は、ほとんどだと思いますけども、活動休止という発表がね、えー、っと、今、2月の、 28日なんですけれども、えー、と夜10時過ぎぐらいですね、えー、一とろき、ね、公式で届いておりますよまあこれねえー、ツイッターで僕も実は伏線は見えていたのであマジなやつかなっていうのは思いましたけどあんまり ななんていうのかな致命傷じゃない気がしてしまう感覚です僕なんていうのはなんでかわからないけど不思議ですねえー、と男性ファンって女性ファンと近い場合の拒絶反応とかより男性は女性男性ファンとかなんかそっちの方がねドキッとするんですよこれはもうそういうもんだと思ってくださいで太田ちゃんの まあ、本人が認めた件というのは確かに自覚はないかもしれないけどうん教育教育しだい,いだけ、うん、自覚がなかっただけ本当にその通りいいんじゃないの今後はこれで勉強になればねみんな同じ気持ちだと信じてますよねじゃあせっかくですから太田遥ちゃんについて振り返ってみたいと思いますえー 事の発端はね、稲葉真中ちゃん見たさに「北見」を見に行ってとかの時がやっぱり最初かなね太田遥ちゃんまあ僕山崎芽衣ちゃんいいなと当時はね思ってたんですけど結果的に最初にアンジュルムで「北見」の中からいわゆるデビューというのは太田遥香ちゃんが最初でしたよね。 で太田遥ちゃん自身がどういうふうなプロセスで、えー、とアンジュルムに入ったかみたいなところを追ってたわけじゃないんだけどうーん彼女自身がやれることってすごくなんていうか前向き下向きに重ねていての結果だったような気がしてますでアンジュルム入ってからまあこっちの方が当然だけどよく見てるんですけどちょっと口開き気味のねでキュウリ チクワーっていうおーおーそ,うそのまま来るかーっていういいキャラクターですね可愛らしいいいキャラクターで、えー、まあレイラと一緒に何て言うかなキャラクターは違うんだけれどもちょっと似てるところもあったりみたいななんか面白いバランスでやってきた2人なんですねまあこれはマードゥであったり辻カゴであったりみたいなハローの王道のこのツーペアみたいなのは あの少し感じられるいいバランスできていたと思ってます、まあ、今後もそうなると思いますけどまだ、あ、で,できればだけどあの彼女これから活動まだねやるってことなのでできればだけどこの期間に自分の、まあ、反省もしてもいいよいいけど なんか自分のいるグループ、そしてハロープロー、そして歌う言い方、踊り方、客観的な見え方みたいなのを、学ぶいい機会と思ったらいいじゃないですか。ねえ、まだ若いですよ。ねえ、僕ツイートちょっとしてますけど、若いんだし、ねえ、続けろお前ですよ。ねえ、いいいいいい、やめなくてよかった。 だってこれいちいちさ若い人が失敗して辞めてたらどういう世の中になりますねともすればそれ責任取って辞めるみたいなの子供のうちに見ちゃうわけですよね政治家でもいいしどっかの企業のお偉いさんでもいいけど、まあ、辞めるってのは責任取ることじゃないですよ、まあ、私はそう思いますね で大人年中がそれを選ばなかったのもよかったと思いますしあとね魅力だよね彼女の魅力っていうのを知って応援してた人たちっていうのが何もそこでさあのまあ貴って言ったら変だけどまあ犠牲になる必要はないのかなと僕そういう案件だと思ってます。まあ、ぬるるいいいいよっていう人いるかもしれないけどね でも太田遥香ちゃんの活動アンジュルムから見て、まあ、このメキシコ公演かとかねしっかり乗り切ってたしちゃんと彼女の可愛さとか面白さって伝わって外国人にも伝わってるしね日本でももちろんだしうんね北海道のメンバーみんなねまこ、あ、とさんとかも断ることに言ってたけど。 初期の北海道メンバー全員すごいですから、うん、そういうこと考えたらもうこれで何かあやめるなんてあったらやっぱり今タイミングもありますよね影響強かったと思ういや昨今もこれ触れなきゃしょうがないけどコロナウイルスの問題ねで問題というか対策なのですかねあのとりあえず中止してしまうという傾向 まあこれはどうもしょうがないのかな、うん、僕言いたいこといっぱいあるけどまあしょうがないならしょうがない判断は尊重せ,せざるを得ない、うん、なんか広瀬綾香のねブログなんて今日付け昨日付けなんて読むときますよねあのね綾パンこういう時やっぱ強いいい女っすねなんかいいかみさんになるあれ 怒られそうだなちょっと外しそうだ。え要、ー、はそういう気持ち彼女のブログ見たらわかるあ,あの気持ち多分ハロウタもみんな持ってますよ。であやパンがいうこと言ってくれてよかったなみたいなね。よかったってなんかちょっと間違ってるか、うん。来たなみたいなそれだよなって。ああ。ではまあまあまあ大谷に戻しますけどね。あの こういうタイミングだったから出しやすかったのかなっていう気もしちゃうしね。ねえんだろうね。室田の卒業どうすんだとか、えー。船木はいつまで延長だとか。こういうね、アンジュルム激動ですよ。もうこの1年ですか。和田彩香卒業後と言っていいでしょう。ドタバタですよ。ねえ。 俺がケちゃんだったらちょっとなんか屋上からこう下見ちゃいそうだね <laughs> やめましょうそんなことはないケちゃん強いなんつうのあやっぱもう多分そういうところねあったと思う拳の2017年あたりとかかなやっぱりストイックにやってる子たちでねえキャリアもあって 自分のポジションもあってってなると、まあ、そこ心配しますよ、うん、もうこれ見てないの分かってて言いたい俺の,俺の気持ちを知りたいんだけど竹ちゃんが悪いわけじゃない、うん、であやあやち千代が悪かったわけでもないこれはもういろんな人いるから世の中ねでいろんなタイミングがあるでどんな人のどんなタイミングも悪ではない 僕はそれだけのなんか説明いらない感動はアンジュルムというグループにはもらってきた気がするまあかわい、まあ、いからかわいいんですよね可かわいい子になんか本当はまあしょ,うしょうがないかなでもな、うん、どういう契約書が交わされていてどういう内容でっていうところね一個ずつやっていくと大人は大人のルールの中で判断をせざるを得ないんでしょう ただいね、好きな人たちに、えー、安心してほしいのは、安心してほしい、見ても,も安心してると思うけど、戻ってきてくれるってことですから。ね待ちましょうよ。待つしかないよ。おそらく今日より明日、明日よりあさってという、今年より来年というね、素晴らしい女性になって、目の前に現れてくれると信じています。太田遥香ちゃんの未来、そして安住部の未来というところ、 今見とけばこれから楽しくなるだけじゃない。ねえ、あの、投資してる人とこの株の動きと一緒。今、もうちょっと待っていいな今買っといたらとか、今持ってる人は、まあ持っときゃみたいな。ねちょっと <laughs> 話ずれそうですけど。まあ、そういう気持ちです。で、ちょっと内容薄くなっちゃったけど、アンジュルムに関してはまた近々、えー、としっかりお話をするために戻ってくる、戻ってくるというか、そのままやります。 で太田遥ちゃんに関しては最後もうこれだけです、えーと。俺たちはみんなで待つ気持ちだと思う。でみんなもそうだと思う。楽しみに応援していきましょう。アンジュルム応援していきましょう。そんな感じだじゃあ今日は更新内容変えちゃったけどまた改めて明日にでも特集したやつ戻します。おやすみなさい。よいフライデーナイト。